オリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニアは、アメリカ合衆国の法律家、連邦最高裁判所売籍裁判官。ホームズの15戦と記念切って1841年、作家、詩人として、著名な医師オリバー・ウェンデル・ホームズ・シニアの長男として、ボストンに生まれる。1858年、ハーバード大学入学。ハーバードマガジン詩の編集者になる。同志に、エッセイ。 書物を発表し、人は神の法に従って別の人間を所有しているのか、と奴隷制反対論に立ち論争になる。1861年同大卒業後に南北戦争では自ら志願してマサチューセッツ軍に入隊し、ボールズブラフの戦い、荒野の戦いなどで3度も重傷を負う。除隊後はハーバードロー、その頃ウィリアム・ジェームスと知り合う。 1866年、ボストンで弁護士として勤務。1882年に、ハーバードロースクール教授に就任。母校で講義を行う。金子健太郎の家庭教師も務めた。1881年、古文堂を出版。1882年、ハーバードロースクール教授就任。同年、マサチューセッツ最高裁判所判事に任命される。1897年、 法の小道発表。1899年、マサチューセッツ州最高裁判所主席裁判官に任命される1902年、セオドアルーズベルト大統領から連邦最高裁判所陪席裁判官に任命される。以後、ロックナー対ニューヨーク州事件、コペジ事件、シェンク対アメリカ合衆国事件、エイブラムス対アメリカ合衆国事件等数々の著名な判決に関わる。 ジョン・マーシャルに次ぐ偉大な判事と呼ばれたロックナー対ニューヨーク州事件での反対意見が彼を著名にした同事件は製パン業の労働者の勤務時間を1日10時間週60時間に制限する州法についてアメリカ合衆国憲法修正第14条が定める契約の自由を侵害するものとした多数意見に対し彼は多数派の意見は憲法の一般命題を適用して 結論を導き出したというものではなく、ある特殊な経済的理論を小前提としてこっそりと導入することによって導き出したものであり、その理論は憲法に規定はなく、また、必ずしも合衆国国民の多数派が信じていない、理論であるから、これを支持しないとした。コペジ事件では、憲法の定める自由は、広く漠然とした意味を持つものであり、経営者は労働者より、 経済的に強い立場にあり、その分労働者の自由は制限されていると言えるから、両者を対等の立場に立たせ自由な対話ができるようにするためには労働組合を作る自由があり、これが憲法によって保障されていると考えることができるとした。シェンクタイが収穫事件では、 徴兵制に反対するビラを配布したシェンクが1917年のスパイ活動法に問われた刑事事件において、明白かつ現在の危険が認められるときは、表現の自由を制限できるとして、合憲としたが、エブラムス対アメリカ合衆国事件では、ブランダイスと共に明白かつ現在の危険が認められないとして、反対意見を書いた。1932年退官。 1935年3月6日、94歳の誕生日の2日前に死去した。生涯にわたって、哲学書は一冊も書かなかったが、刑事上学クラブのメンバーの一人で、プラグマティズムで著名なウィリアム・ジェームズらと親交があった。チョン・シー・ライトから影響を受ける。コモン・ローにおける法の生命は論理ではなく、経験であった。との一言は有名。彼は、 法学は科学であるとして、自然法論、法実証主義に基づく伝統的な法理論の刑事学的要素、余分な概念を排除しようとした。彼は法の意味論について探求し、法の論理的側面と事実的側面を区別し、後者の観点から法を分析する。彼にとって法は、現在及び将来の人々を支配するものではなく、その時々の人々によく使えるための、 道具であり、権利とは、権利は物理力の行使という事実によって支えられているのである。権利を実現するには裁判所という公的権力の助けを借りなければならない。裁判官は論理によって法原則を適用して機械的に結論を出しているのではなく、まず結論を出し、その後に適用すべき法原則を見つけ出しているのである。 法が一定のルールの体系であり、裁判官はこれに拘束され、これを解釈するだけであり、法を事実に適用して、機械的に結論を出しているという伝統的法理論は刑事条学に過ぎない。法の生命である経験とは、個人的なものでなく、集団的な一般人のもの、つまり一定の文化に属する共同体の選ばれた陪審員のものであって、命題の形を持たない。 個々の裁判の結果を決めるのは法ではなく裁判官たちが法と呼んでいるものである。現に法廷において裁判官たちがなそうとしていくことの予測こそ私が法の名において理解しているものであり、それ以上のものではないとの法予測理論を発表した。このように裁判の予測が法学の核心となるのは法が悪人のためのものだからである。 人が高いお金を払って法律家にアドバイスを求めるのは、どのような行為をした時に自分が公権力から制裁を受け、あるいは保護を受けうるのか、その一定の条件を知りたいがためである。法は行為という人の外形的な事実によって分析されるべきであり、人の内心の道徳とは春別されるのである。グラント・ギルモアによれば、クリストファー・コロンブス・ラングデルと共に、 方形式主義を代表する一人ともされる。法王科学として見る点では両者に共通する点はあるが彼は人生と憲法及び民主制限を一つの実験とみてある思想を価値あるものとするのはその思想が客観的な実態と一致するという形事上学的真理の対応関係にあるわけでなくその思想が集団の生活にもたらす効果の違いにあると考え真理の試金石を 思想の自由市場に求めた。経験や効果を重視し、法学を裁判の結果を予測する学問であるして、道具として取られる見方はまさにプラグマティズムに基づくものであるとされる。彼のプラグマチックな思想は、ロスコーパウンドの社会学的法学、ジェローム・フランクのリアリズム法学に影響を与えた。もっとも、彼が、 自らの哲学をプラグマティズムであることを認めたことはなく自身の哲学をベタビリタリアニズムの哲学と高年称した。ありがとうございます。